テレビの本はよく宇宙人で書かれました。ダニエルも、要するにアトランティス文明に古大陸人である宇宙人が侵入してて、アトランティス文明の高まりしようとした時みたいに、バビロニアの高度の文明を宇宙人が台無しにしようと、要するにアトランティス人たちが台無しにしようとしてた。ね、それを防ぐために、エヴァが考えているっていうバビロニアと、そしてバラインスというペルシャンと、親友だった女の人さん、何をするの？何をするの？何で計画立てたんですか？まあ、残さない計画と言えば残さないんですけど、ダニエルがもうバビロニア終わりですみたいな。で、その親友のね、ボーボーボーって驚いて、そのタイミングでペルシャを誰にして、ペルシャが引いてバビロニアに侵入する。これでユダヤ人は反省すると思った。まあ、認めがなかった。なんと、ユダヤ人はもう、まあ、パニック状態に陥りながら、もうこうなったら略奪の限りを尽くせと。もうね、バビロニアの上流階級になってたのよ。その人たちがバビロン人略奪したじゃん。で、ダニエルはユダヤ人に伝えた。それを、まあ、ネブカドネザルは自殺してそれを見た。こんなひどい失敗だっていうか、誰をさ、その直後にペルシャ軍を率いて、これマジで戦わなかったと、突入したバビロン人に偉いことになったわけです。でも、そのネブカドネザルは続いて、そして、ダニエルはイスラエルの兵に伝えていて、イスラエルでも、ユダヤ人もイスラエルは、バビロンのイスラエル部隊ですよ。イスラエル部隊にいたから、ちゃんと兵士や上流階級に、もっと貴族に持ってもらえますし、それがそんなありさま、そんなことしでかしら、バビロニアのバビロンで貴族でしたら、イスラエル人、イスラエル人、このリークは誰のリークです。